皆さんこんにちは、岡本一郎です。本日は2022年12月17日、こちらは愛知県名古屋市ですね。名古屋市、名古屋駅に来ましたよ。JR 名古屋駅。すげえ。めちゃんこ都会ですね。うわぁ、スカイスクレーパーみたいな感じ。めちゃくちゃ栄えてるんだね。何年ぶりに来たかなぁ。でも当時こんなじゃなかったような気がする。まあ今日はね、名古屋駅の動画をせっかくだから撮ってこようと思うんだけど、人がたくさんでね、映っちゃう可能性があるな。あとでモザイクかけるの大変だけど。名古屋駅、あの名古屋駅の紹介というね感じの動画ではなくなりますけど、僕名古屋ほぼ初めて来るような形なんでね、こんな感じなんだっていうね、新潟県から来たね僕が名古屋駅をねざっくりと撮って歩こうかなと思います。行ってみましょう。名古屋にはね地下鉄があるんですね。サブウェイ、地下鉄がある時点でほんと栄えてる感じがありますよね。クリスマスツリーが見えてきましたね。こっちが多分メインの方の入り口なんだろうね。駅の中も入れたら入ってみたいなと思っております。まずはクリスマスツリー見てきますよ。はい、駅とくっついてるのは JR 高島屋、そして JR セントラルタワーズ、 JR ゲートタワーなんていうのがね、まあ、駅とくっついてるような感じですね。マリオット高島屋、レストラン街、東急ハンズ、ユニクロビッグカメラ、三省堂っていうのかな、三省堂か、三省堂、みずほ銀行、あ、食べ物屋さんもものすごいたくさん入ってますね。まあなんか選びきれないね。まあご飯はご飯でね、別の動画で開けようかと思うんで、とりあえずね、名古屋駅、中入ってみますよ。名古屋駅前のクリスマスツリーはめちゃくちゃ綺麗ですね。人がすごいね。すごい、あのエスカレーター。マジすごいですね。次の曲はクリスマスキャロルフェスタ2です。この曲はジングルベリがモミの木、ヒイラギカゲロウなど、なんだろう、カウベルみたいなやつ、クリスマスソングのめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。名古屋駅前のツリーですね。2022年、とっても綺麗。わー、すごい綺麗だね。エスカレーターからのね眺めです。めちゃくちゃ背の高いクリスマスツリーですね。すごい。うわー、名古屋栄えてるね。はい、こちらは2階ベストリアンデッキからの眺めになりますね。そこにもね、なんかツリーのようなものがあります。向かい側の景色こんな感じ。あー、ちょっと水滴ついちゃったね。はい、めちゃくちゃ綺麗ですね。お立ち台がセットしてありますね。小さいクリスマスツリーと、うわー、駅前通りとかすごいね、栄えてるね。大名古屋ビルジング、わあすごい。まあこっち表側だと思うけど、すごいですね。駅の中に入るともうデパートなんだか駅なんだか、どこから電車乗るのかもさっぱりわかんないですけど、とにかくすごいね、人がすごいね。高島屋とくっついてるからなのかね。まあこう本当にね、こういう感じの駅の作りだと本当にいいよね。うわー、活気があるね、すごいね。とりあえずね、JR 線の方にね行ってみましょうか。路線図なんかもちょっと見てみたいね。あんまり全然わからないからね。すごい人混み。路線図はこんな感じですね。まあ見てもあんまりピントは来ないけどね。東海道線、関西線、三宮線っていうのかな、北陸線、草津線、高山線、羽田線っていうのかな、中央線、東海道線。うわー、なかなかすごいですね。せっかくだから入場券買って中入ってみようかな。いろんな電車見れるかもしれないんでね、ちょっと行ってみましょう。2時間入場。わー、出てきた。はい、全然わかんないけど中央口から乗っちゃいます。乗っちゃうっていうか入場します。名古屋駅、おー、ホームに決めてみましたよ。構造寺、こんな上の東京ラインみたいなカラーが走ってるんだね。久保葉211。あんまり知らないやつだな。こんな感じ。他も見てみましょう。すごい、ほとんど全てのホームにね、立ち食いのきしめん屋さんがあるんですね。びっくりですね。結構人も入ってるよ。きしめん屋さんがほとんどのホームにある。
これが駅橋ですね。 JR 東海だとこういうオレンジ色なんだね。左が大東橋、右が三輪島、全然聞いたことないとこですね。そして岐阜行きの普通列車ですね。これ見たことないな、何系っていうのかな。それぞれ違うんだね。これもね、雲は311の1って書いてあるね。そしてこれは新快速の前原行きですね。これは母313前原行くんだね、新快速母313。わあ、なんか都会な感じがするね。このタイプ新潟では見たことないタイプだね。大垣行きとかね、岐阜のね、あと米原行き、滋賀かな、あとは岐阜行きですね。今現在17時になりますね。在来線もね、もっといろいろ見ときたいんだけど、せっかくだからね、新幹線、まあ700系が来ると思うんだけどね、見ておこうと思います。はい、新幹線改札に入りますよ。同じだよね、多分普通に入れるよね。はい、入れますね。多分何回も行ったり来たりできると思うんだけど、とりあえず新幹線乗り場見てみましょう。新大阪博多方面まず見てみましょう。おー、外寒いわ。ちょうど来ましたね、 N700S っていうの。あー、長いよね、16両編成だからね、多分ね。スプリーム N700、これ名古屋止まりなんだね。あ、こだまね、もう終点ですね。案内板はフルカラーですね、すべてすごく綺麗、色とりどりでね。こだまは、ね、青、のぞみは黄色、光が赤、こんな感じですね。そしてこれが駅のね、反対側ですね、裏側になるのかな、こんな感じ。どっちも栄えてるね、すごいね。ビッグカメラが占めてる感じはしますね。はい、のぞみが入ってきましたね。うわー、なんか目新しい感じする、普段見ないやつだから。これは N700A ってやつですかね。すごい滑らかな感じのね、走りをしてる感じがするね。あー、かっこいいね。普段見ないタイプも見るとね、なんか目新しさとなんか感動があるね。これはのぞみ45号博多行きです。だめね、博多まで行くんすもんね。まだまだ先は長いといった感じ。N700A っていうね、多分ね、かっこいい。まもなくこの前のぞみ発車ですね。博多もまた行きたいですね。去年博多の動画上げてます、すっごく楽しかったですからね。行きたいですね、博多も。おお、なんかスムーズに加速していく感じがあるね。いいね、行ってらっしゃい、バイバイ。あの形
せっかくなんでね、静岡東京方面も、見ておきましょう。14、15番線、この看板の、ね、雰囲気は結構懐かしい感じはするね。はい、来たのはやはり N700A、まあ、このタイプしか来ないのかな、多分ね、おそらくね。東京行きのぞみが来ます。まあ、基本的に全て16両編成ですね。 N700 シリーズがやってきます。結構混んでるかもしれないな、ね、食堂車とかビュッフェとか今多分ないからね、それが非常にまあ残念ですけどね。行き先はね、すべて東京行きになりますね。光、のぞみ、こだま、すべて東京行きですね。16両編成。すごいね、名古屋の次が新横浜なんだもんね。あっという間に着いちゃうね。そして新幹線ホームからね、在来線乗り場も見える。あそこ特急シナノの階層がいるね。後でちらっと見てこようかな。すごい都会ですね。この駅ビル半端ないですね。高島屋と東急ハンズ、でかっ。ホテルもね、多分中に組み込まれてるんだろうね。のぞみ114号も間もなく発車。皆さん結構慌てて乗る感じなんだね。すごい在来線乗るみたいな感じで、こんな次新横浜なんていう ねぶっ飛んでいくやつに飛び乗るんだね。すごい新幹線かっこいいね。N700 もかっけえ、乗りたいね。すごい滑らかな走り。いってらっしゃい。お隣も、まあ、700 N700 クラスって言われたら、同じだよね、多分ね。新大阪行き、まあ本当にひっきりなしに来るんだね。すごい。まあ、それではね、在来線ホームに戻って、そこの三重行きのね、伊勢市行きのね、方向幕の電車、あれ何系なんだろうね。あれを見て、その向こうのね、特急シナノを見てね、まあ外に出ようかなと思います。駅の構内本当楽しいですね。新幹線改札を出ます。まあどこもね、システムは同じですね。何回も行ったり来たりできるはず。さあ、この快速三重19号伊勢市行きを見てみましょう。関西線っていうんだね。すごい表示がみんなデジタルなんすね。5時37分、三重19号、伊勢市行きね、方向幕ですよ。まだあるんだね。すごい、こっちもね、非電化の路線があるんですね。キハですよ、キハ75。見たことないタイプだねこれ。これディーゼル機関車、ハイブリッドかな。すごいね、快速三重は非電化ですよ。こんな新しいタイプのキハがいるとはね。75頭同士の連結で、2プラス2の4両編成ですね。キハ、これなんか乗りたいですね。伊勢市まで行きたいなと思っちゃう。伊勢神宮とかまで行けるのかな。すごいね、キハがいるんだ。途中多分ね、非電化の路線があるんでしょうね。パンタグラフがないタイプ、雰囲気あるね。そして亀山行きのクハ312、これも見ないタイプですね。そして向こうのね、向こうにはモハ315、あれも全然見たことないタイプ。
地下鉄のような雰囲気の電車ですね。あれかなり新しいかもね。ちょっとあれも見てこようかな。はい、そしてこの快速中津川駅ですね。これはね、かなり新しい車両と思いますよ、きっとね。モハ、モハ 315? これ絶対新しいね、これ。新車じゃないかな。かなり新しい電車だと思う。すごい綺麗だもんね。そしてお隣に来た315、これも新しいタイプですね。ガラスがね、スモークで、LED の表示、フルカラー、めちゃくちゃ新しい。そしてこの中津川行きのね、315受け、発車のようですね。もうこれブーなんだね、ブーなんだね。はい、そして動き出しました。かなり新しい車両、315系っていうのは知らないですね。とても綺麗な車両、地下鉄のような雰囲気。バイバーイ、側まで行ってらっしゃい。やった。特急シナノが入ってきましたね。おー、かっこいいですね。今でも多分同じように振り越し電車って呼ばれてるんだと思うんだけど、ガスは全然違うね、雰囲気が。そしてこのね、ホームにもね、普通列車ここ止まりが入ってきましたね。やっぱりこのまま315系、これが主流みたいですね、基本的にはね。それではね、特急シナノの近くでね、見てこようかな、最後にね。こちらが特急シナノですね。方向幕はね、くるくる回るね、昔のタイプですね。結構ボロくなってきてるんだね。かなり古い車両なのかな。そしてこのヘッドマーク、昔とね、同じ柄ですね。これ分かりますかね。本当昔のね、振り越し電車だったね、あの国鉄の時代の花色とね、赤のね、あのタイプの頃と同じようなね、模様の、ね、ヘッドマークになってますね。 A203 編成っていうのかな、これ。これが後ろ側ですね。確かね、頭とケツと違ったんじゃないかな。せっかくだから反対側も行ってみましょうか。特急シナノ、まあ味がありますよね。まあ方向幕だから結構まあね、時は経つのかもしれないね。昔のタイプだったりするのかな。振り子式電車だと思うんだよね。クモハ383系でございますね。見えるかな。先頭車両はね、グリーン車になりますね。グリーン車はガラガラですね。これは黒383ですね。一人も乗ってないね。そしてこのフロントがね、ちょっと流線形というかね、ケツとはね、形が違うというのはね、また珍しい、ね、タイプですよね。すごいかっこいいですね。新幹線というか流線形のね、まあフロントマスク A5 って書いてありますね。このね、ヘッドマークが本当昔と同じというのがね、ちょっとびっくりですけれども、かっこいいですね、雰囲気は。なんでこれね、ケツと頭と違う形にしたんだろうね。不思議ですけど、まあこういった感じでございます。特急シナノも見れてよかった、乗ってみたいですね。昔乗ったことあるんだけどね、このタイプじゃないな。でもな、僕が乗ったのは。そしてホームのね、すぐ脇にはね、名大、洋大っていうのかな、きしめん屋さんがあって、とにかくね、いい匂いがするんですよ。もうきしめん食べたいとこなんだけどね。まあ今日はね、ちょっと味噌カツ夜食べようと思ってるんで、まあ締めはちょっと我慢ということですね。すごーい。そしてまた全然違った感じの車両が入ってきます。これは、なんだ、特急だよね、特急だよね。見たこともないタイプ、見たこともないタイプだね。これはどこ行きの何なんだろう。お、ライトが消えた。おもろいですね。ここ始発なのかもしれないね。かっこいいですね、これもね。何系っていうの。お、着いた。 JR ウエストジャパン、特急しらさぎなのかな、黒681。あ、この全然知らないタイプだね。
てキハが発車しましたね、さっきのね。わー、キハの音だ、すごい、かなりうるさいね、ディーゼルエンジン。あー、なんか排気ガスの匂いもする、すごい排気ガスの匂いがするね。はい、特急白鷺は金沢行きですね。結構遠いんじゃない、ここから金沢って。これもちょっと乗ってみたいですね。面白いですね、金沢経由で名古屋来れるんだね。なかなか楽しかったですね、名古屋の駅構内も、まあ、隣には、ね、特急信濃、そして隣には特急白鷺、どっちもね雰囲気が良くてかっこいいですね。まあ、金沢行けるのは知らなかったね。で、片方は長野ですね。ちょうど特急シナノがね発車ですね。まあ、このね特急シナノを見送って、で反対側の駅にねちらっと出てみてね、まあ駅の反対側を見て、これね動画締めようと思います。ちょっと長い動画になりましたけれども、名古屋駅非常に楽しいですね。特急シナノ長野行きになります。いってらっしゃい、バイ。かっこいいですね。バイバーイ。おー、なんか線路にこんな青いね光があるんだね。あんまり知らないなこういうの、ね、それでは駅の反対口側出てね、ちょっと駅の前を見て、ね、終わりにしたいと思います、ね、315系すごい綺麗ですね、ピッカピカ。はい、入場券をね目いっぱい楽しんで中央北口というところから出ます。右の方に行くとね、駅の反対側なのかな、最初の時とはね、反対側に出ると思います。はい、裏側というかまあね、メインとは反対の方は太閤通りサイド、太閤通り口っていうんだね。まあ反対側といえど人がすごい、とにかくすごいね。外出てみましょう。駅前はねすぐにタクシー乗り場になってますね。タクシー待ちの客のお客さんの列がねすごい並んでる。そして、まあ、地下街があるんですね。地下名古屋、名古屋みエスカで楽しむ、すごい、なんかいろんなラーメン屋さんがあるねとか、まあね、まあ洋食屋さんだとかカレーうどんのお店とかね、味噌煮込みうどんもちゃんとありますね。なかなかねすごいお店はいっぱいありますね。いかがだったでしょうか、駅の、まあね、まあ全然わからないでね撮ってるんでね、まあもっと面白いところとかね、まあ見どころなんかも他にあったのかもしれないですけど、まあ、僕電車が好きなんでね、基本的にまあ電車を撮るような形のね動画になりますけれども、初めて、ほぼ初めてのね名古屋駅、まあこんな感じなんだっていうので、まあ伝わればいいかなと思っておりますが、非常にまあ楽しかった。まあこうやってね中ね、あの別の地域に来るとね見たことない電車だとかね、あとはね、まあ、新潟では見れない、ね、700系統の、ね、新幹線なんかも見れたんで、まあ、とても良かったです。ちょっとね何でもない動画ですが、名古屋駅前からね今日はお送りしてます。非常に、まあ楽しく過ごしてます。まあ、ちょっとね天気が悪くてね雨模様なんですけれども、でも、まあ、それなりに、名古屋をこの後もねお食事なんかもね、満喫していこうと思っております。味噌カツを食べればいいのかな、それはまた別動画でね、撮れたら撮ってね、アップしようと思うんで、ぜひ、名古屋の方も新潟の方も、その他の方もぜひチャンネル登録、グッド評価、コメントなど入れていただければありがたいと思います。またね、名古屋詳しい方もね、なんか他ねここがいいよとかね、あそこがいいよとね言って教えていただければ、また次に来た時にね参考にさせていただきますので、はい、というわけで、名古屋駅の動画ですねここで締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ、楽しんできますよ。